日本の原子力発電所は 3.11 以前核国事故は起きません。それが前提なんです。実態としてこれは避難計画がしっかりとしていない、そういったものであれば聞いてもいない答弁されてですね、時間の無駄なんですけれども、関係省庁の専門家会合で100回以上の会議を行う中で議論を積み重ねてきました。原発の立地地域へ行ってみてください。立憲民主党の岡田克也です。原発政策の大転換、従来は可能な限り原発依存度を低減する、これ去年作ったエネルギー基本計画ですよね。それから歴代政権、新たな原発の建設は想定しない言ってきたのをですね、将来にわたって持続的に原子力を活用する、次世代革新炉への建て替えを考える、これ大転換されました。ウクライナの問題はここ数年続く可能性はあります。だけど新しい原発作るっていう話は5年や10年の話じゃないじゃないですか。だから時間軸全然違うわけです。この機に乗じて原発作るっていうことを言ってこなかったのをひっくり返して、いや原発やりますと。そして総理も言っておられるようにゼロリスクはないと総理言ってますね、原発について。確かにその通りですよ。今の原発いろんな規制委員会もできて従来と比べれば安全性高まっていると思いますが、でもリスクゼロとは言えない。じゃあ本当に冷却水が供給できなくなったときにどうやって原発、例えば水素爆発とか、あるいはメルトダウンとか、そういうことが起こらないための対策ってどうやって講じるんですか。私たちはそれ東日本大震災の時に、本当に苦しい思いをした。やっぱり核エネルギーっていうのは暴走した時に止める術がないんじゃないかと私は思ってるんですよ。そこ何かいい手はあるんですか、総理。この原子力については、安全神話に陥ってしまった、東京電力福島第一原子力発電所事故、この反省を踏まえて、このいかなる場合もゼロリスクはないという認識に立ち、世界で最も厳しい水準の新規制基準の策定など措置を講じてきました。これはこの点については今後とも高い独立性を持った原子力規制委員会のが厳格に規制を行っていく、この方針は変わりありません。そして今の現在のこの原発この再稼働にあたっては、この福島第一原発のような事態に至らないように電源の多重化などの電源確保策の抜本強化、あるいは電源喪失時にも外部から原子炉の冷却ができる設備の導入、また水素除去装置や放射性物質の大気中への放出を抑制する装置の導入など、この原子力規制委員会の厳しい基準に従って対応をし、そして地元の理解を得た上で再稼働をしていく、こういった方針は堅持するものでありますし、またこの検討されている次世代革新炉の中においては、万が一外部電源を喪失した場合にも人の操作を介せず自動的に燃料棒を冷却させるシステム、仮に炉心溶融に至った場合にも溶融燃料を自然冷却させるコアキャッチャーを導入するなど、最新の安全性、この、技術、これが、検討されている、こうしたことであります。こうしたことを1年間にわたり関係省庁の専門家会合で100回以上の会議を行う中で議論を積み重ねてきました。この再稼働、今申し上げた再稼働における安全対策、また次世代革新炉における安全対策、こうした議論を積み重ねてきたわけであります。ぜひこの積み重ねの上において確定した GX の基本方針について国民の皆さんに丁寧に説明を続けていきたいと考えております。岡田克也君。私が議事録を読む限り GX 実行会議で最悪の事態、これを避けなきゃいけないってことは言ってくれども、どうやって最悪の事態を対応するかっていうことは議論されてませんよ。結局原発推進の人を多く入れている、最初から結論ありきだったと私は思いますね。もう一つ言っておきます。諸外国がとやりました。例えばドイツはどうですか。ドイツは今年の4月まで原発廃止の期限を延長しました。確かに。だけど同時に何を決めているか、2030年までに電力に占める再生可能エネルギーの割合を従来 65% だったのは80% に引き上げるという決定も行っています。そして2050年にはすべて自然エネルギーで賄う、水素やアンモニアもグリーン水素グリーンアンモニアである、そういう道筋をしっかり書いてやってます。私は日本も同じ道を行けるはずだというふうに思ってるんですね。立憲民主党の大阪誠司でございます。今全国の酪農家が大変な状況になっています。一つは
餌代が高い、まあ、飼料と言われるものです。餌代がものすごく高騰している、あるいは燃料電気代、これが相当高騰しているということ。それからもう一方、脱脂粉乳、この量がダブついているので乳を搾る量を制限してください、乳を搾らないでください、こういうことを言われています。さらに加えて乳を搾る牛の頭数、まだまだ乳を搾れるんですが、その牛をなるべく減らしてください、すなわち売ってください、肉に回してください、こういうことがですね、今全国の酪農家の中で行われているわけです。飼料が高い、電気代が高い、乳を搾らないでください、牛を売ってください、そうなるとどうなるか、経営が立ち行かないんですよ。大変な状況です。しかも経営が立ち行かない、そうなればどうなるか、これ以上やっていたら赤字がどん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 加算でいく、じゃあ早めに離農した方がいいんじゃないか、離農がどん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 進んでいるんです。大事なこと、もう一点、こんなに国内で乳を絞るな乳を絞るなって言っているんですが、ガットウルグアイラウンドの時の約束で生乳換算で今海外から 13.7 万トンの生乳を輸入しています。もちろん日本で今1年間に700万トン余りの生乳を絞っていますから、そのうちの 13.7 万トン、そんなに多くないだろう、そう思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それは全く違います。感覚として、我々に絞るな絞るなと言っているのに輸入するのはどう見てもおかしいだろう。しかも今年北海道が生乳の抑制をする1年間の量14万トン余り、ほぼニアリーイコールなんですね。だから総理、この13万7千トンのいわゆるカレントアクセットと言われるもの、これをですね一時的に停止をする、これをやっぱり判断すべきではないか。この運用について、この国内需給に極力悪影響が出ないように、国家貿易として需給動向を踏まえながら脱脂粉乳やバターなど、この要は、それぞれの乳製品のこのバランスについて、工夫しながら輸入している、これが現状であります。まあ、今後ともこうした法的義務を負っている中でどう対応するべきなのか、まあ、委員は、まあ、これやめてしまえということでありますが、しかしですね、総理、それじゃあ海外の国はガットウルグアイラウンドで約束したその数量をどう扱っているのかということなんです。アメリカ牛肉の枠、ある程度輸入枠っていうのを持っているようです。ところがその枠に達していません。アメリカは年間70万トンだったと、数字ちょっと記憶違うかもしれませんが70万トンだったと思いますが、その枠があるにもかかわらず実際には40万トン程度しか入れておりません。 EU もですね、いろんな農作物について枠を持っています。あるいは韓国もそういう枠を持っています。ところがいずれも品目によってはその枠に達しないんですね。だからやっぱり国内の状況を見てですね、そういう調節をしているのかどうかは私は分かりませんけれども、日本のようにきちんと守っている国ばかりではないんです。だからこのことも踏まえてですね、総理ね、酪農家の皆さんの思いをやっぱりしっかり受け止めてください。こんなに厳しく、ね、生産抑制されている一方で13万7千トンも入っている、おかしいじゃないか。泣く泣く自分たちの牛を手放す。今そして牛の価格も安い、前のように10万円とか15万円で買ってもらえない。だからこれはですね、ぜひ総理しっかり検討していただきたいと、そう思います。よろしくお願いいたします。それでは次の話題に移りたいと思います。私、総理が今回原子力発電所、これの活用に非常に前のめりになっている、まあいろんな事情があるんでしょう。しかしですね、総理、日本の原子力発電所には致命的な欠陥があると私は思っています。致命的な欠陥です。それは、あ、それじゃあその前に一つ、総理、その今回の原発を活用するにあたって安全性の確保が大前提だというふうに言っておられますが、安全性の確保が大前提、すなわち、原子力発電所を、まあ、稼働するにあたって世界で最も厳しいと言われる新規制基準に基づいた原子力規制委員会のこの審査検査、これをしっかりとクリアしない限りは動かさない。クリアし、なおかつ地元の利用を、理解をしっかりと得た上でなければ動かさない。そうですね。原子力規制委員会の新規制基準に適合すること。これは一つの条件だというふうに思います。地元の理解ということも、もちろん一つの条件だと思います。もう一つあるんです。それは、総理も繰り返し言っている通り、原子力発電所、ゼロリスクではない。すなわち事故は起こりうる。事故は起こりうる。事故が起こったときに、
国民の皆さんの命、これを守るために何が必要か。避難計画、これがしっかりしていることが非常に大事だと思います。避難計画がやっぱり十分でなければ原発は動かせない。これは当然のことだというふうに思うんですね。ところが総理、日本の原発って避難できることを前提に作られているんでしょうか。立地は考えられたんでしょうか。これは違うんですよ。日本の原子力発電所は 3.11 以前、過酷事故は起きません。それが前提なんです。事故が起きないから避難計画も万が一事故が起きた時のことを想定して立地をさせているわけではないんですね。私の経験申し上げます。25年ほど前のことになりますが、私は北海道のニセコという町の町長をやってました。そこは泊原発から10キロ余り離れています。当時はそこ10キロ離れていれば避難計画の策定の義務はありませんでした。ところが、町の議会からたくさんいろんな声が出てですね、万が一泊で事故があった時にどうするんだと。避難計画作らなきゃいけないだろうと。いうことがあって、私もいや事故が起きないことは前提だから本当に避難計画いるのかっていうことを繰り返しやり取りしたんですが、でも議会の皆さんからの声も受けて分かりましたと、泊原発の万が一の事故に備えて避難計画作りましょう、そういう答弁を議会でしました。で、具体的に作業に入ろうとしたんです。そうしたところ北海道庁からどういう連絡が来たか。原子力発電所の事故は起きないことが前提です。事故が起きないのにそういう避難計画をあからさまに作るということについては慎重に対処をお願いします。慎重に対処をせってことはですね、役所用語で言うとやらないでくださいっていうことですね。それが25年ほど前の実態なんです。だから日本の原子力発電所っていうのは万が一の事故の時に避難できるかどうか、それを合理的客観的に考えて立地をさせていない。私はそう思うんです。そこがですね、この日本の原発の大きな私は問題点ではないかと思うんですが、私の質問より一歩先んじて、言っていただきましたけれども、しっかりした避難計画がなければ新設の原発には核燃料は入れないと。しっかりした避難計画がなければ実態として原発を再稼働させることはない。こういう答弁をいただきました。これは極めて重要な答弁だというふうに思います。加えて、総理、例えば東海第二原発、ここはですね、半径30キロ以内に約90万人の方が住んでおられます。90万人です。あるいは、私の元々のふるさと、北海道泊エリア、ここは、そんなに人口はおりません。数万の人口しかおりませんが、冬期間、たくさんの観光客が来ます。冬期間は、私はあの地域に40年余り暮らしていましたけれども、冬期間避難できるとは思われません。夏だって相当にお客さんが来る。そういう中で本当に避難できるのかどうか。今の泊地域の原子力防災計画を見ると、観光客のことを想定しての、計画、避難計画ではありません。従いまして、客観的に見てですね、総理、このそもそももう避難計画作るのは無理だ、そういう原発についてはこれはやはり使い続けられない、そういう判断をするのが政治の役割なんじゃないでしょうか。これ民間企業にやってくれって言ってもそれはできませんよ。民間企業は投資もしてるし回収もしなければいけない。でもどう考えてみたってそこに長い間こだわって再稼働だ再稼働だってやってるのは私は相当に無理があると思うんですが、総理いかがでしょうか。まず西村経済産業大臣、西村康稔君、まず答えてください。先ほど総理からも答弁ありましたけれども、エネルギーの安定供給、それから価格を安定的に確保していくこと、そして GX を進める、この3つの観点から全ての選択肢を考える、その中で原子力も重要な位置づけにあるというふうに考えております。でご指摘の避難計画については先ほどもやり取りがございましたけれども、国としてもですね、自治体に任せるのではなく、まさに避難先の施設あるいは避難手段の確保などですね、地域が抱える課題に対応した避難計画 が、策定できるようにですね、地域の協議会の枠組みのもと一体となって具体化充実化を行うこととしております。いずれにしましても、しっかりと、ご指摘の点も含めですね、避難計画の策定しっかりと支援していきたいというふうに考えております。聞いてもいない答弁されてですね、時間の無駄なんですけれども、総理、アメリカにですね、アメリカのニューヨーク州に1984年、ショアハムという新しい原子力発電所ができました。ショアハム。ところが、ここの地域で、この原発で事故起きたら避難できるかな、危ないんじゃないかっていう議論が持ち上がりまして、訴訟もあったんですが、最終的に1989年、
新設原発が完成してから5年間、ただの一度も使うことなく廃炉になってるんですよ。これはですね、本当の意味で国民の命を守るって、そういう判断をする、そういう政府なら私は信用できるんですよ。ところが、今の日本政府のやり方を見てるとですね、電力が足りないとか、ウクライナのことだとかいろいろ言いながら、とにかく原発にすがりついているわけですよ。いや、私は規制基準もクリアされる、あるいは避難計画もきちんとできる、地元の皆さんも納得する、そういうことがあれば、それは場合によっては原発という選択肢も私はないわけではないというふうにも思いますよ。だがしかし、そもそも避難計画がもう無理だろうっていうところもあるんですね。例えば愛媛県伊方原発、どういうところにあるか総理ご存知かどうかわかりませんけれども、細長い半島の根元にあります。そこで事故が起きたら原発から半島の先まで、ここに2000人ぐらいの方が暮らしていると承知してますが、この方たちは避難できるとは私には思われません。ある時にこの質問をしたら、いや船で避難すればいいんだっていうことを言った方がいましたけれども、原発の事故が起きるときはこれは津波があったりするかもしれません。だからそういう原子力、逃げられないところに原発を作っているケースがあるんですよ。総理、だからこの避難計画について実態上なかなか機能しないとなればですね、廃炉の検討をする、それが政治の判断すべきことなんじゃないですか。新規制基準に合致しないものは稼働させない、地元の理解を得ないものは稼働させない、避難計画が準備されなければ稼働させない、こうしたこの方針を徹底していきます。ですからご指摘の点についても、確か前者の泊原発の方においては、あれはさまざまなこの自治体がこの地域にこの集中しておりますので、地元の理解を十分得るということで大変難しいという状況が続いていると理解しております。そして後者の伊方原発の方は避難計画を作り、そして基準をクリアしているからこそ、そして地元の理解を得て進めているからこそ、こうした原発は稼働しているんだと思います。いずれにせよルールに従って、この先ほど言いましたこの課題をしっかりクリアするかどうか、これで判断をしていくことは重要であると思っております。総理ですね、国と自治体のやっぱり上下関係というのは結構ありましてね、やっぱり国に言われると不十分な避難計画でも、まあこれで一応いいかっていうふうに納得をするような自治体も中にはあると思っています。まあ具体的に今日はここでは言いませんが、地元では随分不満が出ているのに、まあ国の指導だからこの程度でいいんだろうっていうふうなこともありますので、そこはですね、もう少し丁寧に見ていただきたいというふうに思います。次に大阪誠二君。大阪君。立憲民主党の大阪誠二でございます。私は日本の原発にはですね、世界の原発にない致命的な欠陥があると思っております。日本の原発は現在立地が許可されている全ての原発、この原発立地許可の段階で実は過酷事故は起きることは想定しておらない、これがですね日本の原発の立地でありました。しかし 3.11 の事故以降は日本の原発全てについて過酷事故は起きる可能性はゼロではない、起きうるんだというふうに政府の認識が変わったということはご理解されてますでしょうか。小泉大臣。そうなることが福島の教訓を生かすということだともちろん考えております。要するに 3.11 以降ですね、日本の原発も全てにおいて過酷事故は起きうるんだというふうに政府の考え方も変わっているわけですが、その時に問題になるのが実は避難計画であります。以前は過酷事故は起きないという前提に立っておりましたので、避難計画もそれに沿って作っているわけですね。 3.11 以降この避難計画を策定する範囲が広がり、UPZ 圏内の自治体は避難計画を策定するということになったわけであります。そうしたときに問題なのは、それじゃあその全ての該当する自治体で避難計画が本当に作れるのかどうか、形式上は作れるかもしれないけれども、本当に有効に機能する避難計画が作れるのかどうか、ここがわからないわけなんですね。これが私は今日本の原発にはいくつも課題はあるんですけれども、一つの大きな課題だと思っているんです。これは世界の原発にない問題であります。万が一の事故の際に避難できないところに原発を立てている、これは相当に大きな問題だと思うんですが、その認識は全く同じです。認識は全く同じという話を聞いて若干安心いたしました。大臣がまず一つお伺いしたいのは、 3.11 以降この原発の避難計画を作る範囲が以前の8から10キロ圏内から UPZ 30キロ圏内に広がっていますが、新たに広がったこの自治体において、きちんとした避難計画が作れるかどうか。原子力防災担当大臣としては自治体の皆さんと一緒に
避難計画作りをすると。でそれはここまでできたからもう大丈夫だということではなくて、随時必要な見直しはしなければいけないものだと考えています。例えば今コロナの最中でありますけども、このコロナの対策と避難を仮に過酷事故とコロナが同時に起きた場合にどのように対応するか、こういったことも含めてですね、完璧や終わりはないと思いますから、そういった観点からしっかりと自治体と連携をしながら、原発が稼働していても稼働していなくてもリスクはあるわけですから、そこはしっかりと連携をして作っていきたいと考えております。私今の発言は非常に認識甘いと思います。一緒に作っていくっていうのはいいでしょう。完璧なゴールがないっていうのもいいでしょう。だけれども本当に最初の段階、完璧なものはないけれど、まず形として作ったものが全く機能しないものである、そういうところだって私はあると思うんです。その認識を持っているかどうかっていうことをしっかり私は確認をしたいと思います。この点後でまたやらせていただきます。今日は長坂副大臣に来ていただいておりますので、先にこちらの方をちょっと質問させていただきます。4月の28日の経産委員会で梶山大臣からこういう答弁をいただいております。原発の稼働に際してですね、地元自治体の同意というのは法令上は再稼働の要件となっておりませんけれども、事業者においては立地自治体と任意に締結している安全協定に基づき事前の了解等を経る手続きを経ることと認識をしております。安全協定を締結している自治体がですね、自らがその避難計画に関してですね、十分にこの避難計画では地域の住民の皆さんの安全を守ることはできない、命を守ることができない、私たちの地域ではそういう避難計画の策定は無理である。例えばですね、豪雪地帯なんかではもう雪がもうどんどん積もってくると、夏の間に考えていた避難計画なんて全く機能しないわけですね。そういうことも考えられるわけです。だからそういう意味で自治体自らが、避難計画の策定主体は自治体でありますから、自治体がどうもここでは避難計画が厳しいと、そういう判断をした際には原発の稼働はできないということでよろしいでしょうか。長坂副大臣。我が国においては地域の安全安心の観点からしっかりとした避難計画がない中で原子力発電所の稼働が実態として進むことはないと考えております。一方で避難計画につきましては、地域住民の安全安心の観点から稼働するしないにかかわらず策定することが重要であると考えております。政府といたしましては、地域原子力防災協議会の枠組みのもと、関係自治体と一体となってしっかりと避難計画の具体化充実化を支援していく所存でございます。大沢君。改めて確認をさせていただきました。しっかりとした避難計画がない中では、実態として原発が稼働することはないというご答弁だというふうに理解をいたします。ただもう一方で、原発が稼働するしないにかかわらず避難計画が必要であるという認識がございましたけれども、私もですね、稼働していなくても使用済み核燃料プールに核燃料が入っている限りはですね、やはり相当リスクの高い状況でありますので、避難計画というものは作る必要はあるのではないかと思っておりますが、それとてもでも十分な避難計画が作れない場所に日本の原発は立地しているんだということもですね、長坂副大臣にも認識をしていただきたいと、そう思います。ここでその問題になるのは、しっかりとした避難計画というのは一体いかなるものかということなんですけれども、結論的に言うと、地域原子力防災会議、ここで原子力災害対策指針などに照らして具体的かつ合理的であることを確認された計画、これを大臣がしっかりとした避難計画というふうに認識をしているとの理解でよろしいですか。小泉大臣。そういうことです。大沢君。はい、そこでなんですが、この地域防災計画あるいは原子力発電所の避難計画、これをまず策定するのは市町村防災会議であります。しかも地域の事情に精通している、市町村がこの防災、計画や避難計画を作るというのは非常に合理性があることだと私は思っているんですが、この避難計画がきちんと機能するかどうか、これをまず一義的に判断するというのはどこの段階というふうに大臣は認識されているでしょうか。まず市町村が原子力災害対策指針等に照らして計画を策定することになります。これは先生ご指摘の通りです。災害対策基本法等において、市町村防災会議は防災基本計画、そして原子力災害対策指針に基づいて当該市町村の地域にかかる地域防災計画、避難計画を作成しなければならないこととされています。地域原子力防災協議会において、地域防災計画避難計画を含む地域の緊急時対応が原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的であることの確認
員を行う前に関係する市町村の市町村防災会議がその地域防災計画避難計画についてこのような確認を行うことになると認識をしています。やはり、当該自治体特に都道府県ではなく私はやっぱり市町村だというふうに思っておりますが市町村がやっぱり、この避難計画はきちんと機能しますねとかこれじゃあやっぱり無理ですねといったようなことを判断するのが、第一義的には重要なことだというふうに思っております。そこでなんですが市町村防災会議あるいは市町村長の段階で、避難計画をずいぶんいろいろ苦労して作ってはいるけれどもどうしてもこれはこの地域では十分に機能するとは思えないそういう判断をした場合ですね市町村防災会議の次の段階である地域原子力防災協議会これの開催は私はできないというふうに思うわけですが先生がおっしゃる通り市町村がその避難計画が原子力災害対策指針等に照らして具体的かつ合理的ではないと考える段階では当該計画を含むその地域の緊急事態をについて地域原子力防災協議会の場において確認することはないものと考えています。他方で、災害対策基本法等において市町村は地域防災計画避難計画を作成する責務を有しています。市町村がこの責務を果たせるように国としても関係道府県と連携しながら市町村の計画の具体化充実化に向けた支援を前面に立って行ってまいります。地域原子力防災協議会で確認することはないと、まあ、いうことを言いましたけれどもこの会議を開かないとはおっしゃいませんでしたが開かない市町村が納得できない場合開かないということでよろしいかどうか一点確認したいんですよろしいでしょうか。荒木統括官それは事実上開けないと思っております。大坂君はい事実上開けないということを確認させていただきました。それともう一点大臣の言葉尻を捉えるわけではないんですけれども防災基本法上ですね市町村に防災計画を作る責務があるということは私も重々承知をしております。ただですね自然災害などにおける市町村の責務とですね私は原子力防災原子力の避難計画意味が違うと思うんです、うん、特に今回のですね新たに、10キロ圏よりも外の UPZ 内30キロ圏内で新たに避難計画を作らざるを得なくなった自治体の皆さんはですね原発の立地についても相談も受けてません。原発の立地について安全かどうかの確認もされていません。なのに避難計画作る責務があるんだというふうに頭ごなしに言われてもですねそれは勝手でしょ他の方々の勝手でしょって我々はそれ望んだわけではないんですよそういう気持ちもあるんだと思うんです。自然災害の場合は別ですよ。それが誰が何がどう言おうが自然災害は発生しうるし自治体の首長としてその地域の住民の生命安全を守るためにもう避難計画作らなきゃいけない防災計画作らなきゃいけないってこれ当たり前のことであります。だけれどもそれと同じレベルで法の規定があるから、原発の避難計画も作らなきゃならないんだっていう認識はですね私は改めるべきだと思うんですがいかがですか。同じレベルではないっていうことです。それはご指摘の通りだと思います。同じようなもので考えるのではなくてやはりこの避難計画作りは、地域によってさまざまな課題があると思いますので自治体としっかりと連携をしながら共に作っていくというそういった認識が必要だと思います。なぜ私がこういう認識を持つかっていうのは冒頭にもお話しした通りですね20年前に防災計画原発の避難計画を作ろうと思ったところが事故は起きないんだだから作ってもらいたくない慎重にというそういう要請が要請というか要請とも言えないんですけれどもでも役所の雰囲気はお分かりだと思います。だから結果的にそれは作ることでいたずらに起こらない事故が起こるかのように住民の不安を煽るからやめてほしいという、まあ、そういう経験があったそういう自治体にもかかわらず今 UPZ 内に入りましたから避難計画作る責務がありますと言われてもにわかにはいそうですとは言い難いそういう事情があるということはですねぜひご理解いただきたいと思います。さてそこでです地域協議会の前段階にですね実は各地域ではその準備段階として作業部会っていうのを開かれているんですけれどもこの作業部会は誰の判断でどのようなタイミングで開催されるのかそれからまた、それぞれの市町村の判断でですねどうも避難計画をここを作るのは難しいと作業部会の開催も難しい、まあ、そういう判断をすることというのを私は当然地域防災計画の策定主体は市町村でありますからあり得るんだと思うんですがこの作業部会の開催にあたりましてはまず主務である我々内閣の原子力防災担当が関係道府県のさまざまな課題の検討等を踏まえまず課題の設定をさせていただきます。でその上で設定された課題に応じてオブザーバーである市町村を含む構成員の中から関係者を集めて開催日などを調整する。ですので常にフルメンバーということではなくて課題ごとに必要な方に集まっていただいて一つ一つ課題を解決するそういうものでございます。
課題ごとにやるということはそれは理解はいたしますが、その課題ごとであっても自治体の側からこれは作業部会を開いてもらう段階ではないんだと、これは開けないんだというような話があった場合、それでも開くということです。課題を解決するためにそれでも開くということです。あるいは自治体の側からですね、そもそもどんなに課題解決だと言われてもその課題は解決できないだろう。例えばですね、端的に言うと豪雪災害の時に避難計画が機能するはずがないんですよね。そして豪雪災害はある一定程度の頻度でこれ起きているわけです。豪雪災害時にきちんと対応できる避難計画なんて作るのはまず不可能だ。多くの豪雪地帯の自治体はそう思っていますし、私も豪雪地帯の生まれですからそれは強く感じるわけです。こういう中でいくら避難計画の議論したって無理だろう、まあ、こういうことになった場合でも作業部会は開くということですか。まず作業部会でありますけども、これも一つの形でございますけども、当然我々は関係する自治体と対面で、あるいは今コロナみたいなんですがオンラインでありますけども、いろいろ打ち合わせをしながら課題の解決に解決をさせていただきます。例えば豪雪であれば柏崎刈谷も同じように雪の問題抱えておりますので、いろんな地域でのいろんなこれまでの知見も踏まえながら解決して、ですので必ず何か作業部会という場で皆さんに集まっていただくということでもって検討するわけではなくて、直接自治体とやる場合もあると、そういうふうに考えています。作業部会というわけではなくて、要するに日常のやり取り、こういうものもやっていくんだというふうに理解をさせていただきました。ぜひですね、大臣に認識をいただきたいんですけれども、原発の立地地域へ行ってみてください。で、実際に行ってみてですね、本当にここで機能する避難計画が作れるのかどうか。さあ、そうだ大臣、日本の今のこの原発の避難計画、あるいはその原子力災害対策指針の基本的な考え方っていうのは、実は一定程度被爆するんだっていうことが前提になっていることはご承知でしたでしょうか。これは通告しておりませんけれども、この点はご認識ございましたでしょうか。今の原子力災害対策指針というのは一定程度の被爆を前提にしているということはご存知でしたでしょうか。もちろんその被爆を最小限に抑えるための対策、そして仮にそのリスクが高い場合の安定要素材、こういったことを含めて考えているからこその対策であるということは理解をしています。一般的に国民の皆さんはこの避難計画というものを考えるときにですね、被爆しないように避難計画があるのかなというふうに思うわけですが、実はそうではなくて、原子力災害対策指針は一定程度の被爆を許容せざるを得ないということが前提になっているんですね。避難の前に屋内退避っていうのがありますけれども、屋内退避でもこれは被爆を避けることはできないわけであります。特に日本の場合木造住宅が多いわけですから、ある一定程度の放射線量が降り注げばですね、それはある一定程度の被爆がある、それを前提にしているということはですね、ぜひご認識をいただきたいと思いますし、その上での原子力の避難計画の担当大臣であると、私はその責務は非常に重たいと思っています。そこで改めて確認をさせていただきます。市町村がですね、このやはり避難計画についてこれでは十分に機能しないんだと、そういう判断をした場合にですね、原発は稼働を容認するのかどうか、この点を確認したいんですが、実は私北海道の泊地域の、この緊急時対応、これをですね相当丁寧に読ませていただきましたし、役所の方にも来ていただいて勉強もさせていただきました。で、地域の交通事情とかを考えるとですね、私は夏であっても計画は、私の感覚ですよ、これは機能しないなと、そう指摘せざるを得ないんですね。万が一福島クラスの事故があったら全く機能しないだろうというふうに思わざるを得ないんですが、例えば地元市町村がそういう判断をした場合、原発は稼働させるということになるんでしょうか。それともそういう場合であれば稼働させない、そのあたりの判断はいかがでしょうか。経産大臣も総理大臣もしっかりとした避難計画がない中で原発の稼働が実態として進むことはないと言っているわけですから、そういうことだと考えております。これで最後にしますが、先ほど大臣はしっかりした避難計画っていうのは地域防災協議会で確認された計画だという発言をしているわけです。私が言ってるのはそうではなくて、しっかりとした避難計画ではなくて、市町村そのものが仮に確認された計画であってもこれでは機能しないと、これではやっぱり万が一の事故の際には住民の命や安全を守れないと判断した場合はいかがかって聞いてる。小泉大臣、原発の再稼働の可否については、私の立場で参上委員会抱えている中では、その可否についてのものというのは答えにくいのは先生ご承知の通りだと思いますが、実態としてこれは避難計画がしっかりとしていない、そういったものであればそれは前に進むことがないというのが、やはり総理や経産大臣が言っていることだと私は理解をしています。小沢君。了解いたしました。今日はありがとうございました。終わります。